イディアミン・ダダ、1925年から2003年8月16日は、ウガンダの軍人、政治家、第3代大統領、元帥、法学博士の肩書きも持つ。身長193センチメートルの巨漢で、東アフリカのボクシングヘビー級チャンピオンや1975年にはアフリカ統一機構議長になったこともある。アミンは生涯を通じて自伝や公式の経歴を残さなかったため、出生地や出生日は不詳である。イギリスの植民地時代のウガンダで1925年頃にコボコかカンパラ生まれとする説が多数である。マケレレ大学のフレッド・グーエデコによれば、アンドレアス・ニャビレ、1889年1976年の子で、ニャビレは、ウガンダ北西部の西ナイル地方に住む格話族出身で、1910年にカトリックからイスラム教へ改宗し、アミンダダに改姓した。イデは父に捨てられ、イデヤオイコールオンゴアンゴー、イジアオオンゴアンゴーの名で、母方の家庭で育てられた。グーエデコによれば、母は、ルグバラ族の伝統的なハーブ療法家のアッサーテ、1904年1970年で、ウガンダ王室にも患者がいた。イデワのイスラーム学校でコーランを暗唱、雑務を経て、1946年、イギリス植民地軍の王立アフリカ小銃隊に、炊事係として雇われた。その体格を生かし部隊内の体育大会で活躍、注目を浴びる。ボクシングではヘビー級チャンピオンになったほか、白人ばかりのウガンダのラグビーチーム唯一の黒人選手として活躍し、植民地軍中尉にまで昇進する。ウガンダ独立後はミルトン・オボテに協力し、ムテサ2世を排除、ウガンダ軍参謀総長となった。ウガンダ軍参謀総長当時の1971年1月、イギリス連邦首脳会議のためオボテが外遊中に、軍事クーデターで権力を掌握。1970年代のウガンダに軍事独裁政権を樹立した。オボテが左派的政策を取ったため、アミンは冷戦下において左派政権の排除を望む西側諸国から期待されてクーデターを実行し成功した。その後はクーデターを支持したイギリスやアメリカをはじめとする西側諸国やイスラエル、反共的なザイールのモブツセセセコと友好的な関係を持った。やがて独裁化が進むとともに、約10万から50万人と推計される国民を大量虐殺したとして、黒いヒトラー、アフリカで最も血にまみれた独裁者と称された。少数民族、宗教指導者、ジャーナリスト、芸術家、官僚、裁判官、弁護士、学生、知識人、外国人など様々な人間が次々に殺害された。ほぼ同時期に大量虐殺を起こして、同様に隣国に打倒されたカンボジアの独裁者、ポル・ポトとも比較された。また、アジア人追放事件、ほとんどは植民地時代に入植したグジャラート州などの出身の隠居であり、これに伴いイギリスのみならず、インドともウガンダは、国交断絶したを起こしてアミンはジア人やヨーロッパ人の所有する事業を自分の支持者に与えるもずさんな経営で産業は崩壊した。経済は荒廃し、賃金と給料は9割も低下した。アミンは右腕のなど彼自身の部族である格話族出身者をスーダン人、ヌビア人と共に徴用した。1977年までにこれらの3つの民族グループは高級軍人の 60% と閣僚の 75% を構成し、人口の 5% に過ぎないイスラム教徒はこれらの 80% と 87.5% を構成した。これはアミンが8回ものクーデターを切り抜けた理由ともされる。アミンの支配した8年のうちに、ウガンダの自然環境や生態系は密輸業者と、ウガンダ軍兵士によって行われた広範囲にわたる密猟と森林伐採にさらされた。ウガンダでは象の 75%、サイの 98%、ワニの 80%、ライオンとヒョウの 80% などが失われた。このような独裁と弾圧、粛清を西側諸国から批判され、当初の親西側諸国の姿勢を急変させて反西側諸国、反イスラエルの姿勢をとって、双方の軍事顧問を追放するとともに、アフリカにおける反欧米の代表的存在のリビアのムアンマル・アル・カッツァーフィと接近し、東ドイツの情報機関は秘密警察の創設に協力した。パレスチナ解放機構のヤーセル・アラファート議長とも、アミンの結婚式に立ち会うなど親しく、PLO はタンザニア侵攻の際もアミンを支援した。当時冷戦下で西側諸国と対峙していたソビエト連邦は、ウガンダ最大の兵器供給国であったが、そのソ連に対しても、挑戦的な態度を取ることもあり、アンゴラ内戦をめぐっては、ソ連の外交官と軍事隊を追放して、国交断絶を行うと、レオニード・ブレジネフに対して脅したこともあった。ザイールのでは、東も西も私を支配することはできないと述べて、アミンと親交のあったモブツを支援して、外東ドイツといった東側諸国に支持された、コンゴ解放民族戦線と敵対した。1975年からはアフリカ統一機構議長を務めることとなったものの、反西側諸国、反イスラエル姿勢をさらに強め、その結果、西側諸国と良好な関係を保っていた近隣諸国との関係も悪化することにいる。さらに1976年に発生したエールフランス機ハイジャック事件における対応に失敗し、国際的な批判を浴びただけでなく、イスラエル軍によるエンテベ空港奇襲作戦を招く結果となり、ウガンダ軍内からの離反を招く結果となる。1978年にオボテを保護していたタンザニアのジュリウス・ニェレレと対立していたことから、隣国タンザニアに侵攻するも失敗し、逆にタンザニア軍に首都のカンパラまで攻め込まれたウガン・タンザニア戦争。このことで、これまで何とか掌握をしていたウガンダ軍主流派の離反は決定的なものとなる。1979年に反体制派のアンラに攻撃された上に軍内部の離反もあり失脚し、タンザニア侵攻の際に軍事作戦に協力していたリビアに当初は逃げるもカダフィすらもアミンのかつての残虐業を知るや敬遠するようになり、結局敬虔なイスラム教徒としてアミンに寛容なサウジアラビアへ亡命した。サウジアラビアへの亡命後は、表舞台に姿を見せることもなくなり、2003年8月16日に、ジッタの病院で多臓器不全による合併症で死去した。生涯ウガンダに帰国することはなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。